写真拡大。中日4の2阪神、15日、名古屋ドーム。チャンスを生かしたかった。阪神の陽川が2試合連続の先発起用に応える、一時同点に追いつく2号アーチ。いい形で捉えることができました。ベンチで久しぶりとなるゴリラポーズでの祝福に、誇らしげに笑った。1点を追う3回。2-2と追い込まれてからの5球目だった。外角高めの147キロ直球に反応すると、打球は大きな弧を描き、そのまま右翼席へと届いた。先頭だったので、どんな形でも塁に出たいと思っていました。陽川の思いが白球に乗る。62試合ぶりの一発と、最高の結果を叩き出した。それでもチームは逆転負けを喫し、4連敗。求められる長打力を見せたが、勝利へは届かなかった。プロ入り後、初めての逆方向への一発。徐々に調子を上げ、後半戦浮上への切り札となる。